2023年11月7日から9日までの3日間、防衛装備庁と三菱重工業は、オーストラリアのシドニーで開催された、海洋防衛総合イベントインドパシフィック2023において、新型水上戦闘艦 FFM、AAW の模型展示を行った。この艦は、海上自衛隊が新型 FFM と称し、最上型護衛艦に続く派生型と言ってもよい。今回は、この海外売り込み用、新型 FFM 派生型について詳しく見ていきましょう。潜水艦の時とは状況が違いますし、これは世界に売る気満々かな。海上自衛隊が整備を進めている最上型護衛艦には、諸外国で同程度サイズの艦艇に付与されるFF フリゲートという記号に加え、機雷のマインや多機能性を意味するマルチ、パーパスから M を明記した新たな艦種記号が与えられており、2018平成30年度予算から調達が開始されたため、30FFM とも呼ばれている。もっか、身型は当初22隻の建造が計画されていたが、防衛省は12隻で終了させて新型護衛艦建造を決定した。FFM、AAW というのは、新型護衛艦の設計をもとに、三菱重工業が諸外国に提案している艦と言ってもいいでしょう。FFM、AAW は、洋上ステルス性能を追求した船体の設計や、その機能のために採用されたユニコーンと呼ばれる形状のマストも、もっか身型を踏襲していた。しかし、もが、身型の基準排水量が3900トンであるのに対して、新型護衛艦の基準排水量は4880トン前後にまで増加しており、また、全長も133メートルから約142メートルへと巨大化していた。ちなみに、駆逐艦を意味する DD の艦種記号を持つ汎用護衛艦、村雨型の基準排水量は4550トン、高波型の基準排水量は4650トンなので、新型護衛艦は、艦種こそフリゲート FFM であるが、汎用護衛艦 DD をも上回る大型艦であることがわかる。新型護衛艦の推進方式は、もが身型と同様で、低速航行時に2機のディーゼルエンジンを使用し、高速航行時にはガスタービンエンジンを使用するコダグを採用しているため、最大速度は、もが身型と同じく、時速30ノット以上、約 56km 毎時になると見られている。搭載する兵装は、62口径5インチ砲と短距離艦対空ミサイルのシーラムのランチャー、17式艦対艦誘導弾の4連装発射筒2機、324mm 3連装単魚雷発射艦、垂直発射装置 MK41VLS で、この構成に関しても、もっか身型を踏襲している。しかし、その中でも、セルと呼ばれる、VLS に収納されたミサイルの発射筒を兼ねた保管容器の数だけが、もが、身型の16セルから32セルへとバージョンアップされていた。MK41VLS は、中射程艦対空ミサイルのスタンダードやシースパローなども発射できるが、海上自衛隊は、セル数が少量である、もっか身型の VLS には、ミサイルの先端に魚雷を搭載した兵器で、通常の魚雷に比べて遠距離に位置する潜水艦を攻撃できる07式垂直発射魚雷投射ロケットのみを搭載し、今のところ、中射程艦対空ミサイルを搭載することにはなっていない。そもそも、FFM、AAW の AAW は、アンチ・エア・ウォーフェアすなわち、対空戦を意味しており、FFM、AAW と新型護衛艦は、VLS のセル数を増やして、中射程艦対空ミサイルを搭載することによって、もっか身型と比較しても、大幅に対空戦能力を強化することができるのだ。冒頭でも述べたように、防衛省は、もっか身型の建造を12隻で終了し、新型護衛艦の建造を計画している。要するに、防衛省は、もっか身型の補填として、新型護衛艦10隻の建造を予定していたわけだが、後に12隻へと増やしている。もっか身型は、1年度に2隻という類を見ないハイペースで建造されているが、
新型護衛艦の建造ペースはさらに速く、2024年度からの5年間で12隻の建造計画が打ち出されており、2025年度予算の概算要求には、2隻の建造費1747億円が計上されている。2028年度には、海上自衛隊のいずれかの基地に配備される予定だ。最上型の生みの親である三菱重工業は、同型の建造途上の段階から、FFM、モが、三型の基本設計を踏襲して、ファミリー化を図る将来型多用途フリゲート、FMF、フューチャー、マルチ、ミッション、フリゲート構想を発表していた。FFM、AAW の模型は、今回のインド・パシフィック、2023で初めて公開されたわけだが、そのコンセプトに関しては、2019年11月に、千葉市の幕張メッセで開催された、防衛関連総合イベント、DSEI Japan 2019において、FMF ファミリーの一つとして発表されていた。当時の三菱重工業は、FFM、AAW を構想した理由として、将来、海上自衛隊が、汎用護衛艦、DD などの後継を必要とした場合、開発期間を短縮するとともに、開発コストをも低減するためであると説明していた。その考え方の正しさは、新型護衛艦の整備計画で実証されたと言っても過言ではない。さらに、三菱重工業は、FMF ファミリーとして、FFM、モが、三型の基本設計をもとに、胴体を短縮した哨戒艦型と海上保安庁専用となるかもしれない沿岸警備隊型も構想しており、DSEI Japan 2019でその模型を展示していた。防衛装備庁は2022年12月にベトナムの首都ハノイで開催された防衛装備展示会ベトナム国際ディフェンスエキスポ2022などでも、最上型 FFM のプロモーション活動を実施するなど、輸出へ向けた動きを示している。個人的には、FFM、AAW や FFM の胴体短縮型も、有力な輸出商品になり得るポテンシャルは十分にあると考えている。現在の FFM は、三菱重工業中崎造船所と三菱重工マリタイムシステムズ多摩の本社工場で建造されているわけだが、防衛省は、8月25日、来年度以降の新型 FFM 調達に関して、主契約者を、三菱重工業、下請負い者を、ジャパンマリンユナイテッド、JMU に、それぞれ正式決定したと発表した。これが、本当に、5年間で、12隻の建造となれば、1年間に2隻を超える3隻の建造が見込まれる年が生じるため、その分、作業量や人件費ともに増加となるわけだが、その人たちのおかげで、海上防衛力の強化につながる。1月25日に発表された新型 FFM 型にかかる企画提案契約の参加希望者募集要領によれば、2024年度と2028年度には、主契約者の三菱重工業と下請負い者の JMU によって、それぞれ1隻ずつ建造される。また、2025年度から2027年度までは、2隻を超える建造を計画した場合には、JMU に1隻を建造させることになっている。このような両者の調達計画に対して、防衛装備庁は、新型 FFM の第1番艦の建造契約の締結年度の1年目と、第1番艦の引き渡し予定年度の5年目には、それぞれ1隻の建造を実施させることが参加希望者募集要領に示されており、2年目から4年目までの間に、建造開始隻数が2隻を超える場合は、そのうちの2隻の建造を2社に実施させると記されていた。このような文書を確認したものの、各年度の具体的な建造隻数は記されておりませんと、防衛省は謎めいた回答をした。しかし、防衛装備庁は、2022年12月に策定された防衛力整備計画、2023年度から2027年度で述べられた護衛艦12隻の調達に関しては、目下、三型2隻と新型 FFM10隻のことであることをはっきりと認めている。また、防衛装備庁は、防衛力整備計画に示された護衛艦12隻のうち2隻は、2022年度予算にて、建造予定のもが三型護衛艦を指しており、
残りの10隻が新型 FFM を指していると明確に回答した。このことによって、今後5年間のいずれかで、イージスシステム搭載護衛艦 DDG のマヤ型護衛艦や、工場型 DDG2 隻の建造に着手するとの見方も一部ではあったが、それが否定されたことになる。いずれにしても、海外売り込み用の新型 FFM に火がついて、日本の軍需産業が盛り上がったら、当然中国は黙っていないだろうし、そこにアメリカがどのように割り込んでくるかも気になるところだ。しかし、これらのことは、すべてインド太平洋の平和を守るために使われるものだということを、我々日本国民は理解しなければならない。日本が誇る海上自衛隊の潜水艦が、わずかな時間で全滅しかねない可能性があるそうです。今日は、その最悪のシナリオについて見ていきたいと思います。海上自衛隊潜水艦が22隻体制整う中、世界最強静粛性で日本海域を防衛しているが、近年、中国の膨大な軍事拡大で、極東の緊張状態が、一気にレッドラインに引き上がったような。海上自衛隊では、2017年、平成29年、現在、他国の止まらない軍拡、隣国のアサコとかや海洋進出に対処するために、潜水艦隊の増強を進めています。しかし、増強しているというのに、潜水艦隊は、戦わずして総崩れになりかねないという致命的弱点をそのまま放置しているという、大きな矛盾を抱えているというのです。もともと、海上自衛隊の潜水艦保有数には制限がありました。16隻プラス2隻の練習潜水艦ということだったのです。しかし、政府は2010年、平成22年、これを22隻プラス2隻の練習潜水艦にまで拡張することを決定しました。これは、尖閣諸島で中国艦船が日本の巡視船に衝突した事件があった時期ですね。日本で潜水艦を建造できる企業は、川崎重工と三菱重工の2社のみで、どちらの造船所も神戸にあります。防衛装備庁は、それぞれに定期的に仕事を発注し、技術やノウハウを継承させるため、1年に1隻というペースで、交互に随意契約を行っているのです。つまり、海上自衛隊には、1年に1隻、必ず、新しい潜水艦が就役することになります。同時に、1年に1隻ずつ退役することで、プラマイゼロになり、定数を維持し続けているのです。したがって、これまでは、慣例16年で一線を退いていたのですが、これは、世界的に見ても珍しいほど短命ということでした。本来は、まだまだ現役で使えるのに、定数に合わせて退役させなければならないという、もったいない使い方だったのです。SDGS は一体どうなってるんだと言いたいところですね。今後は、現役期間を22年に延長して、定数22隻で行く予定になっているそうです。さて、潜水艦は発見することが極めて困難なので、水上を航行する船舶に、ほぼ一方的に攻撃できる兵器です。逆に言えば、お互い様ということで、飛騨にとって、脅威度が高い兵器と言えましょう。ですから、定数が増加すること自体は、抑止力が大きく強化されることが期待できるとも思われます。ところが、冒頭に記したように、万一の有事の際、敵がその気になれば、虎のことも言える海上自衛隊の潜水艦隊を5分もしないで、
ほぼ総崩れへ追い込むことができるという嫌な可能性があるのです。2017年1月現在、海上自衛隊には、親潮型潜水艦10隻、より新しい双竜型潜水艦7隻を実戦配備され、練習潜水艦2隻も保有しています。これらの潜水艦は、潜水艦隊司令部のある横須賀基地、神奈川県もしくは5基地、広島県のいずれかを母港としています。どちらの基地も公園に面した岸壁や桟橋に無防備な状態で停泊させているのです。外から丸見えの場所で魚雷装填作業なども行っているのです。5基地などは保証が一人もいないので、一般人ですらその気になれば柵を破壊して突入し、潜水艦に近づくことも不可能ではない状態なのです。ミリタリーマニアが潜水艦の写真を撮って、SNS にアップしたこともあったようです。国民に開かれているということは、誰でも他国の人間でも簡単に接近できるということに他なりません。万が一、敵国の特殊部隊が民間のバスなどで接近し、一気に突入した場合、これを阻止することはできないと思われます。基地内部に侵入しなくても、横須賀基地だったら、隣のベルニー公園か、大型商業施設の屋上から対戦車ミサイルを撃ち込めば、間違いなく5分もせずに、停泊中の潜水艦すべてが破壊されてしまうでしょう。また、数日間足止めすればいいのなら、もっと簡単に、自爆型ドローンを使うだけで潜水艦を損傷させることも可能なのです。もし、日本に、本格的な侵略があった場合、敵国の輸送船や艦艇を阻止できる潜水艦は、専守防衛の主力になることが期待されます。と言っても、広大な四方の領海をカバーするには、おのずと限界がありますから、奇襲攻撃によって潜水艦隊が反壊してしまえば、それすら困難になってしまうのです。とある現役警察官の話を紹介します。前述のような奇襲攻撃の恐ろしいわけは、実行側には、ほとんどリスクがないことと、次のように解説してくれました。はっきりとした破壊活動なら、正当防衛として、自衛隊員が武器を使って反撃することはできる。しかし、反撃する前に破壊活動が終わるのが実態だろう。その後で投降され、私たちは国の兵士だと名乗られたら、抗戦する法的根拠はなくなるのです。彼らが本当に兵士かどうか判明できないので、自衛隊か警察が、殺人、殺人未遂、銃刀法、建造物侵入などの容疑で一旦逮捕すると思われる。最大23日の勾留延長の間に、間違いなく、兵士という裏付けが取れたら、自衛隊が管理する捕虜収容所に引き渡すことになるのではないか。警察は、国際法の戦闘員の要件を満たさない捕虜の資格がない犯罪者として起訴しようとするかもしれないが、彼らが、捕虜として祖国へ返されるかどうかは、時の政権の意向に左右されるところが大きい。実際、小泉政権や野田政権の時代、尖閣諸島に上陸した中国人活動家が逮捕されたが、起訴されることなく強制送還されたという事実がある。と詳しく語ってくれました。そういえば、2010年、平成22年、巡視船にぶつかってきた中国漁船の艦長や乗組員を逮捕はしたけど、何事もなかったかのように中国へ送り返しましたね。その人間が再び日本の領海に侵入したりしてなければいいんですが、小泉政権時代には北朝鮮の要人と思われる男性が日本の税関で逮捕されましたが、何事もなく送還されたということを思い出した方もいらっしゃるのでは？もちろん他国が実際にこのような強硬手段を取るかどうかはわかりません。ただし、歴史を見れば、相手が強硬手段に出るわけがないと侮った結果、戦争を引き起こした例は数多くあるのです。ここ数十年に限って振り返っても、イラク戦争、湾岸戦争、フォークランド戦争、第四次中東戦争もそうですし、身のところ、太平洋戦争もその一つと考えられています。1941年、昭和16、当時のルーズベルト大統領は、
日本の奇襲攻撃の可能性について報告を受けていましたが、日本を小国と侮り、結果として真珠湾攻撃で太平洋艦隊の主力を失いました。敗戦から80年近いのに、12月8日には未だに騙し討ち地とかリメンバーパールハーバーなどと言われ、アメリカでは追悼行事が行われています。それを見る日本人の多くがもやもやとした気分になるのはこのせいではないかと感じるんですね。ルーズベルトは日本の攻撃を知りながら無視して卑怯者の烙印を押し付けたのではないかと推理する向きも多いですよね。ルーズベルトだったら原爆を落とさなかったのではないかという意見もあるようですが、いざとなったら自国民の命を最優先にするのが国の指導者の取るべき態度ではないでしょうか。もちろん原爆投下は絶対許せない蛮行ですけれど、そのパールハーバーに呉や横須賀がならないという保証はどこにもありません。前述の通り至って攻撃しやすい状況なのですから、容易に可能な状態で何十年も放置され続けているのです。試験ですが、むしろ原発の方が危険なのではないかと感じるのですが、ウクライナのザポリージャの状態を見ても原発の恐ろしさは東日本大震災で痛感した以上の脅威ではないでしょうか。北野耕作員が原発に爆薬を仕掛けるという小説があると聞きました。戦争で国民が死ぬか放射能で死ぬか、どちらにしても国民の命を考えて政策を施行してほしいものですね。防衛装備庁がついにストブル・ヨーバージ計画を始動したとの情報をキャッチしました。今回はこのストブル・ヨーバージ計画、端気を詳しく見ていきます。新戦術と新たな基地化が望めるこの端気計画。出雲・潟護衛艦の改修に関する技術が必要です。このプロジェクトは、海事の出雲・加賀を空母化改修し、F-35B を運用する計画の一環で、当初防衛における補助として検討されています。その運用方法や効果については、まだ不明な点が多いですよね。2023年5月、防衛装備庁は、ストブル・ヨーバージ・端気の整備に関する調査研究についての募集要項を公示しました。その後10月に、この業務について、造船会社のジャパンマリンユナイテッドと契約を交わしたと公表しました。この業務は、航空自衛隊が導入を予定しているストブル短距離離陸垂直着陸機である F-35B 戦闘機が使用するためのバージ、端気を研究するものです。防衛装備庁は、この業務に関しては、海事の出雲・潟護衛艦の特別改修に関する知識・技術が必要不可欠という前提条件を示していました。ところが、この条件に合う必要な知識や技術を持つ企業はジャパンマリンユナイテッド1社だけでした。そして、応募者も同社だけだったので、当然の茂行きとして選定したということです。だったら、わざわざ募集する必要があったんでしょうか？と思ってしまいますよね。この会社しかないのは分かっていたはずですよね。なのに、あえて募集するというのは、ちょっと邪推してしまいます。防衛省は、現在、海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦出雲、加賀の2隻を、F-35B 戦闘機を運用するために空母化改修工事を進めています。この F-35B は、滑走路が短い離島の空港やヘリポートなどでも使用可能です。現時点では、バージとストブル機を、
どういう形で組み合わせて運用するのかは不明です。F3 ボビーは画期的な新戦闘機ですから、最大限有効活用するため進めている調査研究は、今後どのように進捗していくか、その動向が注目されているのです。ここで、F35B について詳しく知っている人たちの意見を見てみましょう。出雲、やかがが、運用と言えるほどのスペックを持っているかどうかは不明。せいぜい、給油とミサイルの搭載、軽整備ができるくらいのレベルじゃないのか。空母っていうより、離れ着艦可能艦っていう名前の方が実態に合ってると思うよ。大体国外で使用することは想定してないから、それで十分でしょ。となると、はしけたすアルファで運用するのも悪くないよね。当初防衛の補助が主要任務になるんだろうし、前もって、はしけを重要箇所に置いておくのは合理的かも。海事は出雲、片やヒューが、片を統合運用に差し出すつもりはないだろう。自分たちの主力である、護衛隊軍は、しっかり手元にキープしつつ、統合運用向けには、掃海隊軍を両用船部隊に指定して、これで人気は切ったという認識なんだろうね。F35B 戦闘機やヘリは自前で運用してくれと通告したらしいぞ。海事側は、機動運用艦隊になる護衛隊軍を、狭い海域の当初防衛に貼り付けるのは、愚策と思ってる嫌いが感じられた。要するに乗り気じゃなかったんだよ。F35B に期待している役割もそれぞれ違う。空自は本土防空だし、海自は艦隊防空だから、見事に同床異夢ってこと。将来的に、海自は自前の戦闘機所有に動くだろうよ。見てる景色が違うんだから、運用法でまとまるはずないよね。当初防衛の時に、臨時の発着拠点や中継ポイントとして使うのかも。F35B の弱点は航続距離だから、その短さを補うためとしても、出雲、やかがを敵の矢面に立たせるわけにはいかないから、はしけたす機動舟艇のセットに、燃料や整備品を乗せて、連携での運用を考えてるのかもよ。本州から 1800km も離れている南鳥島、沖縄本島から、さらに 400km 離れている南大東島のような離れ島に、F35B が使用できるように基地を作ることは費用対効果を考えると現実的じゃない。材料の運搬費用に人件費をかける余裕は今の日本にはない。だけど、ご覧のように中国が軍備を背景にずんずん海洋進出しているから手をこまぬいて何もしないわけにはいかないので仕方なく折衷案に落ち着いたようなところでしょうね。出雲、香川、この2隻しかないから、ずっと中国艦隊に張り付いていたら、他の任務に対応できなくて、支障が出てくることもあり得るよね。そういったことになった場合の緊急避難みたいな使い方をするんじゃないかな。F35B 戦闘機なら、小さいフロートでも行けるよね。先島諸島や東シナ海に複数浮かべておいたら、意外と大きな戦力になるんじゃないかな。問題は、那覇、嘉手納基地のように、ミサイルの集中攻撃を受けるって想定されることだ。護衛用のフロートも作らなきゃならないんじゃないか。レーダーだけじゃなく、中 SAM 改め、ブースターもつけて、長射程版飛ぶ機を盛り盛りで守るのかな。いっそ、イージスアショアもフロートに乗っけたらいいんじゃないか。前首相の地元のように、地盤の心配をする必要もなくなるし、F35B を、DDH ヘリコプター搭載護衛艦に配備するのは基本的には艦隊防空のため。わかりやすく言えば太平洋戦争時の冷戦の役目を期待しているってこと。確かに海自が求めてるのはそういう役割だろうけど、航空自衛隊の F35 は海上自衛隊の駒じゃないので従わないだろう。空自の役割は一貫して本土防空。演習しても艦隊防空の確約はないから、適宜柔軟に対応するだけに止まっている状態。これのおかげで、逆説的に、海地がじまいの戦闘機を欲しがる動機になってしまったってこと。艦隊防空と本土防空のどちらを選択するかとなった時に、どっちを優先するかという極論でしょう。F35B の運用艦は出雲、加賀の2隻しかない。だから、
揚陸作戦にいつも肩を回す余裕は全然ない。海自は自前で F3 ボビーを運用できる体制を作ってくれということか。出雲型はもともと機動運用だったから、海自は当初防衛という狭い海域での統合運用には差し出したくなかった。これは予想通りだろう。F3 ボビーは海おのずと空自では求める役割が全く異なる。つまり、運用が歪なものになるんじゃないか。第二次世界大戦の時のドイツ空軍と海軍の関係が一番当てはまるかな。大型輸送艦が不足しているので、民間 RORO 船が陸自輸送の主力になるだろう。浮き橋や橋家で沖合の RORO 船から離島を結ぶことも視野に入れているから、橋家もその一環になる。要するに出雲型が回されないのなら、ヘリの運用も橋家でしなければならないわけだ。当初奪還用のストブル発着艦バージで、オスプレイを主体として F3 ボビーの緊急使用も想定したものではないのかな。加賀や出雲が艦載機を持つわけがないでしょ。動く橋家で有事の海の止まり木になるのかな。アメリカの空母ですらドローン空中給油機を飛ばすくらい空母キラーがある時代だから、メガフロートみたいなのも良い選択肢では。戦術輸送機ハーキュリーズを飛ばせるくらいの電磁カタパルトを搭載したバージョンもあるのかも。攻撃拠点として使うかもしれないし、F3 ボビーだけのためというわけじゃないと思う。ちなみに、RORO 船とは、貨物を積んだトラックやトレーラーがそのまま乗り込んで輸送できる船舶のことです。海自の艦艇と民間船を併用するという考えのようですが、民間人を戦闘に巻き込んだ場合の保障はどうするのでしょうね。艦艇の数が足りないなら、民間船を使えばいいじゃないとフランスの某王妃みたいな考えではないと信じたいですが。橋家の利用についても高評価が多いと感じますが、それこそ相手国が民間の漁船などをフル活用して、橋家を破壊するということも想定できますよね。橋家自体は普通の浮き橋のようなもので、防衛能力はないでしょうし。素人の見方ですが、海上にプカプカ浮いてるものを、潜水艦などで海中から破壊するということもあるのではないかと思うのですが、どうなのでしょう？簡単に破壊されてしまいそうな橋家に、大切な F3 ボビー戦闘機を一時的であっても、任せていいのかなとも不安になるのですが、専門家がしっかりと考えてくれるのでしょうね。